Wi-Fi 切りました。でかかったですね、警察の制服は。大きかった、ブカブカだ、肩ドゥーンって感じだった。この、そうですね、嬉しいですね。気をつけてくださいね、特殊詐欺には。キャッシュカードは渡しちゃダメですよ。そう、画面固まるので私は Wi-Fi は切りました。多分治ると思う。特殊詐欺はなんかオレオレ詐欺はなんか古いっていうか、みんなが知ってるので言ったらオレオレ詐欺ですけど、今日聞いたのだと、キャッシュカードをそのキャッシュカードごともらおうとしちゃうやつがなんか家に来て、なんかキャッシュカードをなんかお年寄りの方から奪おうとする手口が増えてるらしくて、そうなのでキャッシュカードを渡すことはほぼないと思うので、キャッシュカードは渡しちゃダメです。そう、電話でそんなんしたっけなとか思ったら確認するのが一番いいらしいです。そう、家になんか警察の格好してる人が来て、でなんかキャッシュカードがなんかあなたのキャッシュカードがなんか不正に取り扱われてるみたいで、なんか確認したいのでとか言われて、まあ、なんか言われて取られようになったら、その警察署に確認の電話をしたりとかした方がいいみたいです。で伝えてあげてください、周りの人に。行きましょう。考えていろいろやってくるので犯人も。警察手帳とかも偽物作れちゃうらしいので、そんな簡単に作れないと思うんですけど、多分プロの人は作ると思うので気をつけてください。むやみやたらに人を信用してはダメです。明日はボートレース平和島さんとのコラボの YouTube の配信だったり、SK48 は君と歌いたいだったり、 SK48 予算100万円だったり、 SK48 の For You あるのでチェックしてください。でも明日私もお仕事なので、ちょっと私追えないかもしれない。ポスターほぼセンターだった。そうですねそうですね、嬉しいですね。ボートレースはのあのライブは見つけてください。ちょっと部屋が目印です。ちょっと部屋が目印なのでぜひ見つけてください。送りたいメールとかもいろいろあったんですけど、今日送れなかったです。
かクマひどく見えない？あ、忘れた。忘れていた。メイク用品をお仕事の場所に忘れちゃって、マネージャーさんが持って帰ってきてくれて、事務所に置きっぱなしにしちゃった。マネージャーさんの机の上に置いてあるんですよ。持って帰るの忘れちゃった。明日は、いえ、平和島にはいないので、あの、皆さん向かわないように向かわないように気をつけてくださいね。行ってもタップポストは貼ってあると思うんですけど、本人はいないので。寒いからね、明日寒いから、あんまり、ね、体を冷やさないようにしてください。違うんですよ、仕事場からマネージャーさんが事務所に持ってきてくれてたのを取りに行くのを忘れたっていうことです。受け取ってないんですよ。そうですね、私たちはいないけど、ボートレースやってる、いい、今がいい、あれですよ、いい試合をやってるんですよ。ぜひ、盛り上がってるので、今、ボートレース。明日から始まるんだ。そう、いい試合が始まるので。そうそうそう、明日だっけ、明日か、3日間ですよね。いい試合です、いい試合です。いい、なんだろう、いい腕を持っている人たちの戦いなんて言ったらいいんだろう、そう、上の人たちの戦いでしたよね、確か。合ってますか？そういうイメージがあったけど、違ったらどうしよう。SG グランプリだっけ、いい試合ですいい試合です。もう早いですね、12月も中旬まで来ちゃいました。だって大富豪のやつも先だなとか思ってたら全然明日だったし、びっくりしちゃいますね。もう中旬ですよ、あと半月したら年越しちゃう。あ、カウントダウンは30日の一番最後に出ます。一番最後に出るんですけど、あの、トークかトーク下手なんだよな。トークなんですよ、メンバー出てましたよね、トーク下手なんですよ。だからトークだけはって思ってたらトークでした。大型じゃないからね。でも皆さん気づきました？牛年が3人揃ってるんですよ。ということは、かもまだ詳細はあんまり知らないんですけど、アピールしてたので、チーム E は牛年が3人いるんですよってアピールしてたので。ということは、わかんないです、わかんないですけど、期待してます期待はしてる。
多分来月放送です。大富豪の CM、 大富豪の番組どうなんですかね。ね、でもすごい皆さん協力してくださったのでみんなに見てほしいですけど見てほしい最後の方ちょっとつぼっちゃって笑ってるんですけど、私映ってるかな、切られてるかもしれないけどちょっと人が喋ってる時に笑っちゃいけないんですけど、ちょっと隠しきれなくてちょっと笑っちゃった瞬間があるのでちょっと見ててください。一番最後が楽しかったです。時間がやばいので今日はこの辺にしますね。終了終了です。はい、ということでちょっとした配信でした。そう、でもあの真っ黒い服装は理由があるんですよ理由があるんですよ。はい、というわけでありがとうございました。皆さんもありがとう。みんなよしよし、1、2、3、4位、5位、6位、7位、8位、9位、10位、11位、12位、13位、ありがとうございます。おお、飛んだね、ありがとう。というわけでまた今度、バイバイ。あ、そうですね明日は盛りだくさんですけど、16日は東海ラジオさんに出るので大事なウィークですね。ぜひ皆さん聞いてくださいね。水曜日は東海ラジオ、木曜日は里川ラボ、ぜひ聞いてください。ヨロです。シクヨロ、シクヨロ、ありがとうございました。質のいい睡眠をバイバーイ。